はい、こんにちは、おっきいなおばばでございまーす。はい。えー、おとといかなはい、えー、こうなんちゃらが、あー、まあ、あのー、ピヨコちゃんですね。はい、えー、シックスマウスのピヨコちゃんからの、あの、例のね、例のチーズケーキですね。フレームレアのチーズケーキをおー、まあ、離乳食としてね、食べてくださいということで、はい、許可したということです。はい。 えー、これね、一応また上げておきますけど、はい、えー、見つかってます、はい。えー、何がかというとね、親から、はまあ、食べてない子供へのね、死へです、死へはい。えー、見つかってます。はい、死へは現実です、死へは、はい。えー、まあ、無視しようとする人多いんですけどね、死援については、はい。えー、それでね、 ええー、まあ、この件についてもね、私はまあ、昨日も言いましたけど、はい、えー、柔軟な対応ができない人が多いです。はい、ええー、0か100かではありません。オールワーナッシングではありません。えー、きちんと、おまあね、えー、予防線を張っていかないと、えー、まずいことになりますね。で、始まりましたね。そして、えー、もう一つのおことなんですけど、始まりました。何がかというと、えー、お子ちゃまのね、えー、はい、 えー、ピヨコちゃんたちのシャクッと女王が始まりましたよっていうことなんですよ。つまりね、えー、これ、まあ、ある意味ね、えー、ある意味あれなことなんですけど、えー、いわゆるね、親の方が、いつね、いつね、ドッタんン、バッタンするかわかんないのに、はい、お子ちゃまだけ残してもね、あと大変だろうっていう、多分、そういうもくろみなんでしょうね。はい、えー、そういうことです、つまりは。はい。 ええー、まあ、始まりました。はい、ピよコちゃんたちのサクッと嬢です。えー、これもね、えー、親ガチャですね、もう。すでに親ガチャになってます。まあね、親、親もね、えー、例のレアチーズケーキ食べてない人だったら大体、あのー、お子ちゃまもね、守られると思います。ただしね、死刑は現実としてありますんで、えー、まあ、学校とかね、 え、保育園、幼稚園。はい。そういうところですね。気をつけてください。もうこれ以外言うことができません、私は。はい。えー、お友達とかね、先生とか、ほぼさんとかからね、死刑ですよ、死刑。はい。えー、まあ、本当にね、これ本当富裕層しかね、多分対策できないんじゃないかなと思います。はい。えー、まあ、 沖縄では富裕層じゃなくても大丈夫ですけど、はい、インター、はい。何度も言ってるように、インターは一応先生もね、えーあ、あのー、雨の国の人たちなんで、食べてない確率が高いです。はい。なので、もう子供をね、インターに行かせるしか手がないんじゃないかと私は思います。えー、まあ、これから大変な時代になってきます。はい、子供の、子供がね、シエーでね、 えー、せっかく食べてなくても、親とかね、子供が食べてなくてもね、おまぁ、あ、死刑でね、えー、落っことしちゃうことがありますんで、はい。落っことしちゃいます。ライフを。えー、まあ、なのでね、絶対に対策だけはしてください。はい。もう、もうね、ここら辺は自分の判断です。 はいー。もうどうしようもないです。はい。ーまだね、あのー、本当にちっちゃい子供だったら、まあ沖縄だったらね、保育園も、インターもねー、普通の保育園もそんなに費用変わらないんで、まあインターに入れた方がいいかなと思います。まあ小学校とかね、中学校とかもね、沖縄インター安いんで3万ぐらいで入れるんでね。ただし、 えー、途中からインターに入るのはすごい難しいです。はい、えー、ある程度の英語力がないと入れません。まあ幼稚園とか、まあ小学校の1年生だったら全然英語できなくてもね、えー、入学 OK なんですけどね。まあこの辺があ難しいところです。はい、えー、まあ、対策を取ってください。本当にそう思います。とりあえずね、 こちらの記事貼っておきますので見に行ってください。えー、まあ、まあやってきますよね。はい。そういうことです。向こう側はあサクッと情のためにやってきます。ただしね、えー、まあ残るようにはしてますから、一部分。はい。そういうことです。はい。それでは皆さん、えまあ、こんなこん、こんなね、こんなことしか言えなくて本当にすいません。はい。 へえ、沖縄おばばでした。